タンカ市場北側入口タンカ市場内タンカ市場西側を流れる新学川タンカ市場は福岡県北九州市小倉北区魚町にある市場北九州の台所とも呼ばれる新学川の東側に位置し小文字通りを挟んで魚町銀天街に接続しているアーケードになっており北側入口には長らく日本初の24時間営業スーパーマーケットの 丸和があったが、2019年3月1日からは、運営主体の変更に伴い夢マートになった。200店舗以上がの木を連ね、鮮魚、生花、生肉、惣菜などを扱う店が多いが、郷土料理の神田ダ、ニ芸肉を扱う店もある。北九州市を代表する市場であり、福岡県内においては、福岡市の柳橋連合市場と並び称される。 主婦をはじめとする一般消費者のみならず、料亭や料理店などの料理人も買い付けに訪れる。グルメ番組や旅番組でしばしば紹介され、観光客も多く訪れる。また、近年は、炭化市場の川側とは、反対側の裏手に位置する新炭化と呼ばれる場所に、若者をターゲットにしたおしゃれな飲食店が営業しており、週末の夜には、 若者の姿を見ることができる。短歌とは、修行像の運水が宿泊する場所で、東グルアの町屋敷と小笠原家ゆかりの草原寺や、海前寺などとを結ぶ橋が架けられ、城下町の南玄関の河原口に通じる。大正時代の初め、隣接する新学川から魚の荷揚げ場として成立し、その後、田川、中津方面からの野菜の集積地となったことで、 市場としての機能が形成された。1960年代を時代背景とした映画初恋の撮影ロケーションが行われるほど昭和30年代に建てられた木造建築物が密集しており、そのため1999年9月14日には丸和が火元の火災が発生した際には消火活動が困難を極めたん市場の川側約1、3近くを消失した。 特に中央の通路を挟み川側は建物が新学側の上にせり出して立っているため2009年7月の中国九州北部豪雨及び2010年7月の豪雨により浸水の被害に見舞われたそういった経緯もありかねてより再開発が検討されておりタンカー第一地区市街地再開発準備組合が河川の改修を行った上で現状の川の上に せり出す形で建て替えを計画し、それに対し2012年に国と福岡県は法的に問題ないと許可したため、今後は再開発実施に向け店舗所有者の合意形成を図っていく。ありがとうございます。